アのマイナス61の佐々木優吾です。初出場して初優勝することができて本当に嬉しく思っています。なにわに入ってやっぱりここまで成長できたのだと思うので、やっぱりこれからもっと先を見据えてここで満足することなく、もっと今井監督のもと日々精進していきたいと思います。でやっぱり練習は裏切らないし、練習した分結果が出るので、やっぱりもっと練習してもっと努力してシニアで優勝してオリンピックに出て優勝することが今後の目標です。頑張ります。